まず皆さん、こちらの画像をご覧ください。はい、煉獄さんですね。扇出すのかな、かっこいいですね。続いてこちらの画像をご覧ください。はい、え、ちょっと待って、左下何、え、え、何これ、傷じゃないよね、え、これ、え、え、はい、どうも、皆さん、こんにちは、あの日です。ということでね、皆さん、冒頭で見ていただいた通り、今回はですね、煉獄杏寿郎、実は、あざ発言していましたよ、っていうことに皆さんね、気づいていましたでしょうか。いや、こちらね、大発見となっているんですけども、実はですね、ツイッターなどで、ちょっとそのような情報が出ておりまして、それまでは、説として出ていたんですけども、僕がですね、劇場版で確認した限り、これはおそらく、あざである可能性が、99% じゃないかなと、個人的には思っているので、その説がね、確証に迫った出来事、証拠などをね、今回はね、見せていこうかななんてね、思ってるので、今日の歴史的大発見に付き合ってください。ということで、今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう。はい、というわけでですね、まずそもそもあざっていうのは何なのってね、わかんない方がいらっしゃるかもしんないんで説明していきます。はい、ということであざとは何なのか、こういうことです。戦国時代、鬼舞辻無惨をあと一歩というところまで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たち、彼らは全員鬼の文様と似たあざが発言していたそうです。ということで、このあざっていうのはですね、言うなれば覚醒状態というわけです。つまりはアスリートで言うところのゾーン、ドラゴンボールでいうところのスーパーサイヤ人となるわけなんですけども、ただしこちらアザっていうのは誰でも発言できるというわけでもなくて、限られた状況で限られたものにしか発動しない、言うなれば赤座が言っていた思考の領域というものにもう本当に近いものとなっております。呪術回戦でいうところの黒線っていうのがね、一番近いんじゃないかなと個人的には思っております。ただしですね、そのアザっていうのは発言すればじゃあ強くなるじゃんって思うかもしれないんですけども、アザをね発言したものっていうのは例外なく25歳の年を迎える前に死ぬのだということで、アザを発言するとものすごい力が湧いてくるんですけども、それを発言するとその代償に寿命を持ってかれていってしまいますよということになってるんですよね。そんな感じでアザの説明っていうのは以上になります。で、今回ね、その煉獄杏寿郎さんがアザを発言したのではないか、このシーンでアザをね発言させたのではないかと僕は個人的に思っているんですけども、今までですね、鬼滅の刃の原作において、煉獄杏寿郎と胡蝶忍は、生涯、あざを発言しないで終わってしまうという流れになっているんですよね。つまりは、今まで煉獄杏寿郎さんは、あざの発言を一切しないで、その生涯を終えていく、赤座に倒されてしまうというわけなんですけども、今回ね、この解釈っていうのが、マジでテーブルをひっくり返す波に変わりました。つまりは、煉獄杏寿郎さんは、実はあざを発言していたんだけれども、誰にも気づかれなかったんじゃないかなと個人的には睨んでおります。はい、ではその理由について今からご説明していきたいなと思います。もう冒頭で見ていただいた通りなんですけども、まずはこちらの画像をご覧くださいと。はい、こちらですね、煉獄杏寿郎さんが最後の奥義を出す直前となっております。で、続いて振りかぶった瞬間に左下に謎の文様っていうのが浮かんできておりますよね。今まではこちらがですね、傷だと思っていたんですけども、これがどうも傷ではないようなんですよね。で、なんでそれがわかるかっていうと、直前にこの傷がないっていうのもそうですし、赤座にね殴られた、こんな感じで殴られた傷でもないんですよね。傷を負っていないのに血を流しているっていうのはありえないですよね。だからこれもうあざであることが 99% 確定なんですよね。もうあざじゃなかったら何なのって話なんですよ。もうこれ本当に多分あざだと思うんですよね。今まではマジで傷だと思って見ていたから、その先入観があったからこそ気づかなかったんじゃないかなと思っておりまして、そうなんですよ、煉獄杏寿郎さんっていうのはあざを発言させたとしても血と同じ色、赤で出るということで、マジで気づかれにくいんですよね。で、この形もね、非常にちょっと気づかれにくいというか、後藤家小夜春先生はわざとね、こういう風にやったんじゃないかなと個人的には思っておりまして、だから隠れミッキー的な要素ですよね。後藤家小夜春先生は気づいて欲しかったんだと思いますけども、考察者というか、視聴者も本当に気づかれなかったよねっていう、劇場版行った時もそうなんだけど、原作でも気づかれてないんだよねっていう、すごいね。今やっとここで気づかれたのかっていう、
ていう。俺も気づかなかったし、改めて確認してみるとマジでこれアザだねってなりましたね。うん。でまあそのアザの文様が一番わかりやすいのはねこちらとなっております。煉獄さんが最後に笑うシーンとなっているんですけども、こちらの左頬をご覧ください。はい、これがねまあ文様となってるんじゃないかなと思っております。まあ今見るとねなんか文様だよね、これなんかモミジみたいになってるよね。やっぱ隠れ的な要素なんだけど、これはね傷ではないんですよね。まあここの部分はまあ先ほども言った通り赤座に一切攻撃されてない部分なので、まあ明らかに血ではないんですよ。だとすると何なのか、やっぱりもうあざでしかないですよね。これに異論ある人いますか？なんか異論ある人はぜひコメント欄にお願いします。でね、今回あざが分かったことによってすごい良かったことがありまして、それは何かと言いますと、煉獄杏寿郎さんは口だけではなかったんです。まあ今までの解釈だと、もちろん煉獄さんはめちゃくちゃ一生懸命戦って、まあそれでも赤座にかなわなかった。それはわかるんですよ。ただ、今回赤座の発言がわかったことによって、煉獄さんはその口だけではなくて、もう体にその全力っていうのが出てたんだよっていうのが今回すごい嬉しいことですね。だから別の側面から煉獄さんはめちゃめちゃ本気出してた。それでもやっぱ赤座にかなわなかった。あ、じゃあ煉獄さんってやっぱり本当に本気で出したけど、それでもやっぱ強かったんだなって。赤座強いなってなるし、煉獄さんもめちゃめちゃ頑張ったんだなと、炭治郎たちを守るために本当に寿命を削ってまで全力を出していたんだなっていうのが、今回このシーンで分かって、すっごいそれはね解釈の幅が広がるというか、またさらに感動できるよねっていうものになってるんですよね。いやだから本当に今回マジで分かってよかったなと個人的には思っております。いや本当第7話が公開する前でよかったなって本当に思ってるんですけど、まあね、あざの発言のシーンどこかと言いますとですね、この煉獄杏寿郎さんの最後の奥義を出すシーンで発言しております。それまではね一切このね文様っていうのは浮かばれてきていないので、まあそこのシーンをね皆さんね本当にご覧いただけたらなと思っております。まあ具体的にはね、心を燃やせ限界を超えろと言ったところで密かに現れているんですよね。つまりはその限界を超えろっていう言葉の中には本当に限界を超えてたんだなっていう意図が含まれておりました。いや、後藤家小夜春先生、やっと気づきましたよ。あんたの隠し要素。やっとね、このチャンネルらしいことやっとできたね。ということで、第7話ね、今週公開されますので、まあ、このアザっていうのを含めた上でね、こちら第7話見ていただけると、本当に面白くなるんじゃないかなと思っております。あ、煉獄杏寿郎さんアザ発言させたと、ここで本気出したんだなっていうのがね、本当に見てわかるね。目で見てわかるね。ものとなってるんで、マジで今回はね、見どころたくさんあるかなと、個人的には思っております。そんな煉獄さんのね、ラストっていうところもそうですしね、まあ、遊郭編に向けてしっかり楽しんでいきましょう。ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画はね良かったという方はね、ぜひぜひ高評価、そしてねチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、まあ、僕今回すごいやっぱアザ発言したってねもう 100% 確信してるんですけど、もしかしたら反論意見もあるかもしんないと、アザじゃないよっていうね意見もあるかもしんないんで、そういう意見がねある方はねぜひぜひコメント欄にお願いします。またですね、全然他の関係ないコメントでも構わないんで、まあもう遊郭編楽しみとかね、まあぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ということでまた次回のとこでお会いしましょう。うっばい。